るぜ。この動画は、ロボ箱のロビーとおっさんが、いろんな街を赴き、中古ゲームなどが売ってそうなお店を探索したり、観光名所を巡ったりする動画です。じゃあ、殲滅されるわけや。殲滅されます。マルゲンラーメン。マルゲンラーメン、濃厚ラーメン、夢、あの夢屋台、私あれやな、橋立つやつ、あの食べて、あの、そうそうそう、してたやつやな。で、あの、俺のスープを、あの、移植して、薄めるっていう。マルゲンラーメンな、マルゲンラーメンなんかそんなあれやねんな。これ1時までやってるっていいな。1時まで、あ、中尾や。中尾通り過ぎて。中尾ありますって。中尾通り過ぎて、しゃぶ用通り過ぎて、その先に見えてくるのが、はい、こちら。看板ついてないから分かりづらい。バックオフ。痛み大鹿って言ったから。左折。なぜか目の前に、ジムがあるっていうね。ゲームを買って、フィットネスをしよう。ブックオフ。ポケットモンスターのぬいぐるみお売りください。何？そんなポケモンの、最低価値金額100円です。100円じゃないか。さあ、ゲームコーナー。ゲームコーナーです。モモちゃんダイエット、懐かしいな。何それ、モモちゃんダイエット。44歳、2児の母で奇跡の5。こんなあったんや、モモちゃん。まあ、この段階で44歳から今もっと年いってるよね。え、2010年やから、今ここからだから13年経ってるんですよ。57、58歳。さすがにもうこの坊勢はキープできてないかな。けどやっぱ、ももちゃんすごいな。すごいでしょ？ウィーはほんまにこういう、ダイエット系がいっぱい出てた。ほんであれ、例のウィーフィット使ってやってた。使ってたから。ウルトラマンは高くなりました。うわ、ウルトラマン高いですね、これ。このウルトラマン面白いんですよね。これは買わないの。うちはジャンクで購入して、中身がウルトラマンファイティングエボリューション2の説明書のウルトラマンを持っている。そうや。説明書違うね。説明書違う。ポケモンの量がすごいですよ、この箱説明書。最近ポケモンって買い取りすごい高いじゃないですか。ファイアレット箱なしで4000円ぐらい。そんなに。そんなに。え？え、そんなすんの？え？何？エメラルだと5800円。5900円やと。え、サファイアとルビーとエメラルド。そうですね。すっごいね、なんか。当時だから、あの、ポケモンルビーやってるときに、はい、ザングースやったかな。ザングースっていう、なんかあの、すごくあの、目つきの悪い、柄の悪そうなポケモンがおんねんけど、はい、当時それにあの、シューバっていう名前をつけて、育ててましたわ。通称白ドラってやつ。なんでしょう、クイズしよう。パチンコ。ピンボールね。そうか。なんでしょうクイズな。これわかりやすいんじゃん。あ、これなんでしょう、これ。筋肉マン。筋肉マン書いとるわ、これ。でけん。じゃあ、バンダイのあの、このカートリッジに。これわかるで。わかりやすいんですよ。ドラゴンボール。チェンロン。これもあれじゃない。これなんでしょう言うても、後ろに書いてるからな。64なんでしょうクイズ。
当てに行っていい？はい。ポケモンスタジアム。なんでわかった？そうなん。なんでわかった？いや、金銀まではわからんかったけど、多分出てくるやろうなと思ってさ、分母が多いから。分母が多いから。びっくりするわ。見えとったかな？いや、見てない見てない。ラベルが見えとったかな？全然見てない。攻略本コーナーです。攻略本もね、最近はね、値上げしてますよ。値上げしてんの？高い。え、じゃあ何？なかなか昔みたいにね、こう80円とかでね、手に入るっていうのは、まれなんですよ。その攻略本が一番安かった時代っていつな？ええね。あ、このパラサイトイブ2。パラサイトイブ2公式完全最終攻略本480円ぐらい、税込み825円。またなんかこうエロチックに書かれてるよ。エロスの名村。はい、というわけで帰ってきました。帰ってきました。はい、 SD ガンダム、ガチャポン戦士3英雄戦記。ガチャポン戦士3英雄戦記。いやー、なんかもう今更な感じもあるんやけど、なんか急に唐突にやりたくなる時ってあるやんか。そうなの。うん、いや、やっぱ子供の時の思い出、特にロビーなんかあの SD ガンダム世代やから、あのちょっとあの先日ガンダムスーパーファミコンの SD ガンダム X で盛り上がってしまったんで、さらにそこから遡ってみようかなという意味合いで。ああ、じゃあどういうゲームかちょっとよくわかんないけど、その SD ガンダム X っぽいやつなのね。SD ガンダム X っぽいけど、まあこれはちょっとなんか戦闘画面が RPG みたいな感じになってるね。ああ、そう。なんかファイナルファンタジーのなんかあの辺のファイナルファンタジーみたいな感じで、右と左に分かれてボーンっていう感じですわ。まあ面白いよ。なる。続きまして、続きまして、まあもうこの辺も説明不要じゃないですかね。今更やね。今更やろ。今更やけど、これ思うんか、これ900円すんのね。これそれ900円すんね。990円。なんかよく考えたら持ってなかったような気するし、ずっとあのスイッチのさ、スーパーファミコンのやつで遊ばしてもらってたから、あ、これ持ってないわと思って、あの奮発しちゃった。これはねえ、なんか人によってはさ、フフフ、ロゴホークのやつ900円で星のカービィを買っておるわ、マヌケなやつみたいな感じで見られるかもしれんけど、あの持ってなかったんで、お布施みたいなもんすよ。しょうがないね。なんけど一昔前やったら、もっとなんかこうワンコインとか、ある100円はないけど500円とかで買えそうな感じやけども、これがね、時代ですよ。1000円っていうのはね、時代です。そういう時代になったんです。うん、まあゲームの説明いいね、面白いからね。はい、僕はあの刹那の見切りが好きやね。これわかります。はい、というわけで以上です。そうだから弱いですね。じゃあ殲滅されるわけ。殲滅されます。マヤケイじゃなんとかなる。マヤケイじゃなんとかなる。で、漏れてるところに全部弓矢が殲滅されていく。はい、戦いの始まりだ。あー、反対ですね。デジカタ、土地上の伏兵を飛ばせたかったな。あー、なお、そうだね。困ったん、困ったん。あ、やばいやつだな。これはね、スピードのマックス、次のやつも取るべき。あー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 え、けどあいつ、これで2枚落ちてないから大丈夫。ああ、なんとかなった。
Ah!